レイコさん、今どこですか？あら、ヨメコさん、こんにちは。今ね、我が家でホームパーティーしてるの。みんな社長夫人なのよ。あとは芸能人の奥様とか、旦那様が話題の画家さんなんて人もいるの。ごめんなさいね。八百屋のヨメコさんはちょっと。そういうことじゃないんです。はあ？何よ、じゃあ。ああ、そう。そういうことか。嫉妬？そりゃ貧乏な八百屋の嫁じゃ嫉妬したくなる気持ちもわかるけど、私みたいに社長夫人になるにはね、能力がないとダメなのよ。いえ、そういうことではないんです。娘さんが店に来ているんです。え、うちの娘？はい、そうです。娘さんまだ小学生になっていない年齢ですよね。そうだけど、だから何？今日はすごく暑いし、飲み物も持っていないです。お腹が空いたんだと思います。あの、うちの店のバナナを勝手に食べてしまって。あら、そう。まったく、うちの子ったら。お迎えに来てくれますか？八百屋のバナナなんか食べたらお腹壊すわよ。え？うちはね、取り寄せしたオーガニックな果物しか食べさせてないの。このことは誰にも言わないでちょうだいね。うちの娘が八百屋のものを食べたなんて知られたら、私、社長夫人仲間の皆さんからバカにされちゃうわ。あの、娘さんは勝手にお店のものを食べたんですよ。これはいけないことだとちゃんと教えてください。はあ、何様のつもり？あなた子供いないでしょうが。子供のいない人間が私のしつけに口を出すつもりなの？怒らせてしまったならごめんなさい。でも悪いことは悪いことです。ああ、そうか。いくら払えばいいの？警察に行きます？いえ、お子さんのしたことですし、本人も謝ってくれました。お腹が空いてつい食べてしまったって。だから警察には出ませんので。はあ、何言ってんのよ。あなたから恐喝されてるって警察に行くのよ。え、どうしてそうなるんですか？要するに、あなたはうちの娘を理由にしてうちからお金を取りたいのね。うちが金持ちだからって意地汚い。あなた最低な人間ね。あの、理解ができません。私はただ娘さんを迎えに来てほしい。そして悪いことはちゃんと教えてほしいと言っているだけです。母親になってから言ってくれる？はあ、世の中って頑張ってるママに対して冷たいわ。思いやりってものがないのよね。まあ、貧乏だか馬爪だか理由はわからないけど、子供のいないあなたにはわからないわね。とにかく、私は今ホームパーティーの最中なの。そういう面倒な話は後にしてちょうだい。じゃあね。あ、待ってください。疲れました。私の名前はヨメコ。商店街の八百屋に嫁いだ平凡な主婦です。今日もお店に出ていたら、小さな女の子が一人お店のバナナを手に取り、上手に剥いてパクッと食べていました。近くに誰か大人の人がいるはずと思ったのですが、誰もいません。そしてよく見たら、レイコさんというママさんのお子さんだったんです。以前とあるきっかけで連絡先だけ交換していたので、私はすぐに連絡をしました。しかし、あの通りで子供をほったらかしにして、ご自分はホームパーティーを楽しんでいるみたいなんです。結局何度連絡してもダメで、最終的に家に連れて行きました。昼間から出来上がっていたレイコさんを見て、本当に呆れ返ってしまいます。そして、娘さんに悪いことなのだとお話ししたのですが、それが勘に触ったのでしょうか。社長夫人という立場を利用して、うちの八百屋に圧力をかけ始めたのです。お母さん、本当にごめんなさい、私のせいで。何言ってんだ、嫁子は何も悪いことしてないさ。悪いのは子供を放置してホームパーティーなんかしてる方だよ。あんたは何も悪くない。一つだって悪くないんだから。でも、地元企業の契約が3社も終了になるなんて。その会社は終わりだよ。え？ま、どーんと構えてなさいな。どーんとね。はぁ。数日後。貧乏な嫁子さん、こんにちは。ああ、あんたが玲子さんか。あんたですって？ちょっと、貧乏人のくせに生意気じゃないの？こっちは社長夫人なんだけど。奇遇だね。私も社長夫人だよ。はあ？何様のつもり？何言ってんの？
ヨメコは今昼寝してるよ。私はヨメコの姑でトメコってんだ。ああ、八百屋の奥さん。大変ですね。子供産まない嫁が嫁いできたんでしょ？それに、八百屋なんて貧乏なお店やってるのに、最近契約が切れたみたいですね。おや、詳しいね。レイコさんとやらも商店街を利用してるのかね。まさか、商店街で買い物とか貧乏くさくて、私はデパートでしか買い物しないんです。庶民と一緒にしないでもらえます？随分と偉そうだね。子供のしつけもできてないのに。あら、何言ってるんです？そっか、お金が欲しいんですね。じゃあうちの子預けてあげますよ。はあ？私は大きな会社の美人社長夫人。夫は年収5000万。どう？毎週ホームパーティーがあるから子供はそっちでよろしくね。あんたの人生終わりだよ。え？上には上がいるってことさ。は？何をあんた何様のつもりなの？え？ちょっと何をどういうことなの？そろそろ旦那さんから連絡がいったんじゃないか？何これどういうことなの？複数の会社から契約切られたって。昔から商店街を利用してくれているおじいちゃんにね、今回のことを相談したんだよ。相談？そこら辺のじじいに相談して何になるのよ。まったく気の短い人だね。うちの取引先に圧力がかけられてるって言ったらさ、すぐに調べてくれたのさ。子供を放置して遊んでばっかりの性悪女が旦那の会社を使って圧力かけてるってね。なんなのよそいつ。だから言ったでしょうが、上には上がいるってものなんだよ。そりゃ私も普段からこんなお願いはしないさ。でもあんたみたいな人にはね、同じことをやり返してやるのが一番なんだよ。旦那からめちゃくちゃ連絡来てる。何よ、何が起きてるのよ。よく寝た。あれ、ガフカ猫柄タオルケット、義母がかけてくれたのですね。寝ている時に布団をかけてもらえるって、とっても幸せだなぁと思うのですが、私だけでしょうか。思わずにっこりしてしまいました。そしてお店の方に行くと、いきなり契約を切ると言っていた会社の方々がなぜか謝罪に来て、義母はもう結構だと追い返していましたが、一体何が起きたのでしょう。1ヶ月後。お願いです、許してください。私離婚されたら行く場所がないんです。旦那は慰謝料払えとか言ってるし。あんたどの面下げて連絡してきたんだい。玲子さんね、あなたが離婚しようとうちには関係ないよ。だって旦那の会社倒産寸前なんです。あなたが圧力をかけたんでしょ。あたしはただの八百屋のおばちゃんだよ。でもね、八百屋っていう商売柄顔が広いんだよね。うちの商店街はいろいろやってるから観光客も多いけど、それでも地域に根を張って営業しているわけだからね。そりゃあ縦横斜めあちこちに知り合いがいるのさ。でも圧力をかけてくれとは頼んでないよ。あんたがしたことを話しただけさ。ごめんなさい、ごめんなさい。私調子に乗ってました。許してください。お願いします。私の実家は義実家からの援助を受けているんです。だから？だから助けて。なんで？なんでって、私の家がどうなってもいいんですか？何言ってんだい。あんた本当にお花畑だね。人の家を攻撃しておいて、自分の家は守ってもらえるとでも？だいたいね、社長夫人が商店街の八百屋に圧力をかけてくる会社だよ。そんな嫌な会社との取引なんて本当はみんなしたくないでしょ。いい機会だってみんな喜んでるみたいだよ。なんでそんなことするの。そっくりそのままお返しするよ。自分の子供を放置してホームパーティー三昧、そしてうちの可愛い嫁に嫌がらせしてくれたじゃないか。私はあの子の母親なんだ。全力であの子を守るよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。何でもします。だから許して。呆れた人だね。ま、そういうことだから、あとは頑張りな。いや、離婚だけは嫌。
れからしばらく経ったのですが、なぜかうちを利用してくれる会社が増えて、今はてんてこまい。かなり慌ただしくしている間に、玲子さんは離婚してしまいました。なんでも子供を放置して遊んでばかりだったことが、旦那さんにバレてしまったそうですよ。しかも、貯金を結構使い込んでいたと。旦那さんの会社って結構地域に密着している会社なので、以前から気に食わないことがあると、奥様が取引先とかに連絡して圧力をかけたりしていたんですって。もう、めちゃくちゃですよね。でも、噂が広がってしまい、会社は倒産の危機。特に玲子さんに対して嫌な感情を持つ方が多く、結果として旦那さんは離婚を選択しました。そのままでは本当に会社が潰れてしまう結果になるからです。玲子さんはあちこちに助けを求めたのですが、無理でした。一緒にホームパーティーをしていたお友達も、そそくさと逃げていってしまったそうです。それから半年後。お母さん、玲子さんの娘さんがお店に来ました。え？あの子、親が離婚した後に、親戚の夫婦に引き取られたんじゃなかったのかい？また一人で逃げてきたのかい？いえいえ、それがご両親と両家の祖父母も一緒で、バナナの代金を支払う、こういうのはしっかりしないと、と、それで来てくださったんです。おやおや、そうだったのかい。しっかりした人たちだね。はい、娘さんもちゃんと謝ってくれたし。でもね、ちょっと笑っちゃった。どうしたんだい？皆さん、同じタイミングで頭を下げて、同じタイミングで頭を上げたんです。もちろん娘さんも。あらあら。生まれた時からずっとその方のお子さんだったみたい。笑顔の雰囲気とか、ちょっとした動きとか、なんかすごくシンクロしてるんですよね。懐かしい。懐かしい？ほら、私施設で育ったじゃないですか。その後里親さんに引き取られていった子も多いんですけど、血がつながっていないことが不思議なくらい、里親さんとそっくりな子多いんです。へえ、やっぱり親っていうのは血だけじゃないんだね。あたしと嫁子みたいだね。はい。その後、さあさあ、皆さんありがとうね。あたしは嫁子の姑、とめ子だよ。まったく、あの玲子さんって人はどうにもならないおバカだね。結局離婚した後は実家にも戻れずに住み込みで働いているらしいよ。でもね、あちこちに圧力をかけていた人だから、その会社でも噂がバレて、今は一人になったんだってさ。お子さんはね、旦那さんが引き取ることになったんだけど、仕事が忙しいし、それならいっそということで、子宝に恵まれないご夫婦が引き取っていったんだよ。そのご夫婦がとってもいい人みたいでさ、嫁子も自分のことのように泣きながら喜んでいたっけ。この子はまったく子供みたいに泣く子だね。しかし、常連のおじいちゃんには感謝だよ。こういう悪さをする人間には、上には上がいるってこと、きっちり教えてやった方がいいのさ。嫁子には内緒だけどね。みんなも嫁子には黙ってておくれよ。信代さん、こんにちは。わこさん、ふんがががー。先日は美味しいお漬物ありがとうございました。そう言ってもらえると嬉しいのだわ。とても美味しかったですよ。あとデイキャンプにも参加してくださるって聞いて、私嬉しくて、前から信代さんと仲良くなりたかったんです。お、て、照れるのだわ。でもすみません、今度のキャンプってちょっとおしゃれな感じなんですよね。インスタ映えする感じのグッズを集めたんです。食事もハンバーガー作ったり、あとはパスタ揚げて可愛いグラスに入れたりしようかなって思ってるんですよ。あら、そうなの？素敵ね。私の考えるキャンプというと、カレーとかバーベキューくらいしか思いつかないからね。おしゃれな和子さんのキャンプ楽しみだわ。すみませんね、信代さんの漬物は今回出番がないかもしれないです。白米とお魚には合うかもしれないけど、おしゃれなキャンプにはちょっとね。あら、そんなことないわよ。え？最近キャンプ動画で人気のヒロニャンさんとかニャニャッピーさんとか、そういう YouTuber の人たち漬物買いに来るわよ。二人ともおしゃれ系で有名なキャンプ YouTuber じゃないですか。
が、和子さんも知ってるのね。私は知らなかったんだけど、なんか動画で漬物が出たとかで、ファンの人から問い合わせが増えてるのよ。うわ、本当だ。最強の漬物を使ったタルタルソースで食べるチキン南蛮。この動画、100万再生もいってるじゃないですか。漬物なのに？なんか最近、田舎暮らしとか丁寧な暮らしっていうの？そういうの人気でね。漬物に興味持つ人増えてるみたいよ。ほら、シュラ印良品でもぬか売ってるくらいだし、嬉しいわね。が、でも、やっぱりそういうのってブームでしょ。定番といえば、ファッションは上品なコンサバ。料理はフレンチ。和子さん、ハンバーガー作るって言ってなかったっけ？ハンバーガーってフレンチなの？ま、そんなことはどうでもいいわね。あれ？和子さんどうしたのだわ？いいえ、私キャンプの準備があるのでこれで失礼します。まあ、1ヶ月も前から準備始めるのね。楽しみなのだわ。それでは。またね！ガガガーン！ハローエブリバーディー、ノフヨヨ。私も過去にいろいろ失敗したのだけれど、最近では鼻息が荒いけど漬物が絶品のフンガおばさんとして親しまれるようになったわ。フンガー。そのおかげで今回はなんと10家族が参加するデイキャンプに呼んでもらったの。呼びかけしているのがさっきの和子さん。家で料理教室したりホームパーティーなんかしたりしてお料理が上手みたいなのだわ。上品で美人なママさんね。なんだけど当日のキャンプはちょっと大変なことになっちゃったのよ。和子さんのやったことがことごとく失敗しちゃったのだわ。うぎぎぎぎぎぎ、どうしてこうなるの？おかしい、おかしいじゃない。私のキャンプ計画が台無しじゃないの。うごご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 ご、なんでテント倒れるの？椅子が折れるの？料理もうまくいかないの？ガスコンロよこしなさいよ、ガスコンロ。和子さん、和子さん、カレーできたのだわ。福神漬けも乗せて完成よ。給食みたいなもったりしたカレー最高ね。私そんなダサいのいらない。お？当たり前でしょ。キャンプでカレーとかダサいのよ。バッカみたい。しかもまたお得意の漬物なんか出しちゃって、あんたの漬物なんかいらないって言ったじゃない。どうしてこうなるの？私がおしゃれなキャンプをやればみんなあんたから離れると思ったのに。うがが、私和子さんに嫌われてたの？当たり前でしょ。何が漬物作りの教室よ。味噌作りだの梅酒作りだの、そんなダサい教室なんかしちゃってさ。おかげで私の教室に通ってた生徒がそっちに流れたんだから。それは知らなかったのだわ。それに教室というかお友達の家でみんなで集まってただけだし。そういうところが気に食わないのよ。もうマジでムカつく。あんたなんか大嫌い。調子に乗るな。このキャンプはあんたをはめるために計画したのよ。私は大好きなのに。え？私は和子さん大好きなのだわ。何よ、そもそも私と信代さんってそこまで話したことないじゃない。でもよく会うわよ。それに会うと笑顔で挨拶してくれるじゃない。それっていいわよね。素敵よね。変にベタベタするよりも何より笑顔で挨拶できる人の方が好きなのだわ。が、でも私は信代さんのこと嫌いだから。そうね、ショックでしばらく漬物がつけられなくなりそうだわ。え？そんなに？辛いのだわ。だから一緒にカレー食べてほしいのだわ。わかったわよ、もうそっち戻るから。やっほー。和子さんの用意していたキャンプグッズは確かにおしゃれなんだけど、耐久性が低かったり組み立てがおかしいものだったりしたのだわ。お料理も張り切っていたみたいだけど家の火加減とは違うものね。それでうまくいかなかったの。今回は和子さんが全て用意するから何も持ってこないでいいとは言われていたけど、なんといっても10家族が参加するからね。みんななんだかんだいろいろ持ってきていたからよかったわ。カレー最高に美味しくって幸せだったのだわ。和子さんに嫌われていたのはショックだったけど、何よりカレーが美味しくって
やっぱりトキコさんの作るカレーは最高の最高ね。それに自家製の福神漬け、美味しすぎて他のことはみんな忘れちゃったのだわ。あの、信代さん今いいですか？ちょっと待って、信代さん出産してるの？まさか。今日はたくあんつけてたのよ。超大量にたくあんつけてると体力勝負でね。おいちに、さんし、ふんがで、ひひふー。独特な掛け声。あの、先日はすみませんでした。え？何かあったっけ？全く思い出せないのだわ。デイキャンプの時、私みんなに何も用意しなくていいって言ったのに、ことごとく失敗しちゃって。ああ、そのこと。そんなの誰も気にしていないのだわ。そもそも10家族分を和子さんだけが用意するっていうのも大変なんだから。それにやっぱりみんなでいろいろやった方が楽しいからね。ふんが。ありがとうございます。それとあの、信代さんのこと嫌いって言ってごめんなさい。ふんがが。え、そうだったわ。嫌いって言われたんだったわ。美味しすぎるカレーを食べて忘れてたのよ。あれ、違うんです。何事？私、羨ましかったんです。うちのお料理教室って新しく入ってくれる人がいなくて、いつものママ友がお茶してるだけの空間になってて、なのに信代さんはみんなに慕われてて、そういうのが羨ましくて羨ましくて、だからキャンプに誘ったんです。信代さんができないようなことをすれば、みんな私のことをすごいって言うに違いない。みんな私のところに来てくれるって。かわいい。はい。いや、だってそんなのかわいいじゃないの。そうですか。そうなのだわ。人をはめようとするのは良くないことだけどね。和子さんはただみんなに振り向いて欲しかったんでしょ。そのやり方というか心構えがちょっと悪い方向に行っただけなのだわ。信代さん、ダメですね。私かなわない。最初から嫉妬するのが間違いでした。何言ってるのよ。でもじゃあ私のことを嫌いってわけではないのね。はい、むしろ信代さんの人間性はとても素敵だと思います。ば、え、よかったのだわ。嬉しいのだわ。こうしちゃいられない。和子さん、パーティーしましょう。パーティー。え、パーティーですか？和子さん、パン焼くの上手よね。それにマリネも作ってなかったっけ？得意ですけど。こうしちゃいられないわ。よし、私と和子さん仲直りパーティー開始よ。が、和子さんの焼いたパンに和子さんのマリネと私の漬物を乗せて食べたのだわ。これがもう美味しくって最高ね。漬物って案外パンにも合うのだわ。和子さんは泣いて謝ってきたけど、私ももらい泣きしちゃって。それからは仲良くなったのよ。本当は和子さんのお料理教室に参加したいけど、和子さん美人で上品なセレブ奥様って感じだからね。それにフレンチが中心だから気遅れしちゃって参加できないって人も結構いたのだわ。メニューを簡単なものにしてみんなに呼びかけしたら満員御礼状態よ。この間は一緒に漬物作りと漬物に合うレシピを考えたの。今度またキャンプにも行く予定よ。最高ね。が、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。